ミシェル・アダンソンはフランスの博物学者である。4年余り、セネガールに滞在し、動植物の採集、研究を行った。著書、セネガルの自然史は、貝類の研究の分野で高い評価を受けた。新しい植物分類の体系の着想を得て、植物の著化を執筆したが、その手法は広まることはなかった。 南フランスのエクスアンプロバンスでスコットランドを出事とする家に生まれた。父は聖職者である。3歳の時一家はパリに出た。古典語学校に入学するが、王立植物園を訪れ、公開講義を聞き、受臭兄弟やレオミュールの教えを受けた。20歳の時、フランス東インド会社のセネガル経営のための自然科学的調査を行う仕事を得て、 三類に赴任し、博物学研究を行い、五千種以上の標本も集めた。四年四ヶ月後の1754年に、フランスに戻り、1757年に海類の研究と旅行記、セネガルの自然史、第一巻を刊行して学問的には、高い評価を得たが、売れ行きは良くなかった。植物などに関する第二巻以降は、費用が捻出できず出版されなかった。 1759年に科学アカデミーの会員に選ばれた。1763年から植物の著化全2巻を出版した。1773年に科学アカデミーの植物学副教授に任命された。同時にアントワーヌ・ローランド樹州ュュが助教授としてアダンソンの公認となるが植物分類法については対立することになった。 物理学、科学、民族学、言語学を包含する全10巻の博物学普遍百科全書の執筆、出版を企画したが、その膨大な試みは、アダンソンの死によって実現しなかった。革命語科学学士院の会員に選ばれ、1803年、レジオンドヌール勲章を受訓するが、すでに健康を害していて1806年に没した。植物分類の方法は、 カールフォン・リンネとそれに対抗するフランスのトゥルヌホール、ベルナール・ジュシュー、アントワーヌ・ローランド・ジュシューらによって発展してきた。リンネによるおしべめしべの数による分類、トゥルヌホールの花の形による分類など、あらかじめ基準を決めて分類することは、基準の決め方によって、その分類の結果は異なるものになる。アダンソンは、形質65について、それぞれに複数のクラスを設けて、 それぞれの植物の形質がどのクラスに含まれるかで植物を分類し、その結果から58の都がを設けた。アダンソンの都がは現在の分類学で有名に近い。人間の主観による判断を排除しようとしたアダンソンの方法は当時の学会では否定的な見解が多く、リンネはその結果を不自然なものとして非難した。アダンソンが選択したすべての形質を平等に 扱うのに対し、アントワーヌ・ローランド受臭ュュは初形質の重要度、形質順位の法則を立て、重要度の高い形質で大別し、次第に重要度の低い形質を参考に細分する方法による分類を行い、これが洗練されて分類学の主流となった。リンネの分類を、順位分類、トゥルヌフォールの分類を、自然分類という形容をするとき、 分類結果が自然分類に近いことから、アダンソンの分類も自然分類に分類されるが、思想的には輪廻の分類思想に近い。コンピュータの発達によって、標準の比較処理を行う、数量分類学が発展すると、一部に新アダンソン主義と呼ばれる研究者が生まれた。アデンズは、植物の学名で命名者を示す場合に、ミシェル・アダンソンを示すのに使われる。 ありがとうございます。